はい、毎度、中年オタッキーです。今日はちょっと大きく予定を変更しまして、前回はソニーのカメラ行こうか、ニコンのカメラ行こうかとかまあ言ってたんですけども、ちょっとちょっと気になる書き込みが入りましたので、それにそれを考えていく動画にしたいと思います。タイトルは、白黒で撮ろう、モノクロね、モノクロ写真、私モノクロ写真大好きなんですけども、そんな感じでいこうと思ってます。それでは本編スタート。気になる書き込みっていうのがね、白黒写真をやめてくれと白黒で撮るよりは富士の100で撮った方が、カラーの100で撮った方がいいんじゃないかと。僕もね、写真部に入りたての頃ね、そんな感じのことを思ったことがあります。写真を始めてね、2ヶ月ぐらいで高校生になって、で写真部に入るんですけど、まあ写真部はね、もう白黒専門で、まあほぼカラー禁止、というような写真部だったんですね。でそのなぜカラー禁止なのかが意味が最初分かんなかったんですよ。でまあある程度やっていったら、まあ分かってきたんですけども、要はね、カラーっていうのは色が映りますから、そのある程度綺麗なものをね撮ればね、まあ適当に撮っても結構絵になるんですね。でもね、白黒には絵がないんで、ちゃんと考えないと、写真にならないんです。で、まあ、なんていうんですか。まあ別にカラーでね、撮ってもいいんですよ。カラーで撮ってもいいんですけど、要は考えて撮れっていうことなんだと思います。それではちょっとね、写真をね、ちょろっと紹介したいと思います。カラーで撮った写真とモノクロで撮った写真を、まあ手持ちなんでちょっと画角はずれてし、アングルはずれてしまいますけども、2種類の写真をちょっと掲載いたしますね。今のね、2種類の写真、まあね、近所の散歩道で適当に撮った写真なんですけども、どうでしたかね。カラーで撮った写真と白黒で撮った写真、なんか感覚っていうかイメージが変わってくると思う。どう感じましたか。感じ方が変わるんですね。結局ね、白黒っていうのは本来色がある世界の色を抜くわけなんです。で、例えばめっちゃ鮮やかな色の花とか、鮮やかな色の夕焼けを、何を撮っても白と黒しかないわけなんですよ。まあ、厳密に言うとグレーとか、まあ、あえて言いますけど、まあ、単純に言ってね、白と黒しかないわけなんです。で、写真を撮るときにね、何気なく撮って、後で現像してみたら、へぇーってな感じになるわけなんですよ。ちゃんとね、仕上がりをイメージして撮らなければいけません。で、それだけじゃないです。白黒写真、まあとりあえずちょっとまた今度2枚、見ていただきましょうか。まずはベンチの写真の方から行きましょうか。ベンチの写真はね、まあ、これはカラーで撮っても絵にならないぞっていうイメージで撮りました。ただ暗いところにベンチがポツンとある。これね、ストリートスナップとかでもね、結構、
やる手法なんですけど、僕はあの田舎に住んでるんでストリートスナップ撮れないし、あのストリートスナップを撮った経験がないんで、あの上手にも撮れないと思いますけど、あのストリートスナップとかこういうあのところ、その白黒でね、モノクロで撮るっていう時はね、あの簡単に言ったらお部屋にね、その写真をあの飾るイメージをちょっと思い浮かべながら撮ってみたらいいと思います。ね、日常の街をね、非日常のね白黒で撮る、それがね部屋の中に入ってくる、大きく伸ばしてね部屋に飾るとか、非日常の景色をね部屋に取り込むことで、ちょっと違った感覚を得ることができるっていうことですね。でもう一枚の写真はね、これあの、まあ、今ちょっとこういう画像出してますけど、これうちの次男坊を、撮ったんですけどね、夕暮れ時に田舎の駅で撮った写真なんですけどね、まあ、夕日が照ってて、まあ、空は夕焼けで綺麗、これデジタル写真なんですけど、 EOS RDS で撮った写真なんですけど、まあ、夕焼けをね撮っても別にいいんですけども、あえてシルエットを狙って、それも完全潰しじゃなくてちょっと半潰しぐらいを狙って撮った写真になります。まあ仕上がってねちょっと大きくしてみたら、まあまあ、うん、そうでもなかったかなって写真にはなっちゃいましたけど、これカラーで撮ったら単純に露出アンダーの写真なんですよね。でもね白黒ではなんとなく絵になる、要はね白黒っていうのはカラー以上に光と影とか造形とかね、そういうのが重要になってきます。色がないんでね、そんなわけで、まあ結局僕がいた写真部がやりたかったのは、その撮ってる時に仕上がりをイメージして撮れっていうことだったんですね。だから白黒で撮れと、3年間白黒しか使っちゃダメと。まあ僕は現実に1年3ヶ月しかいなかった、途中で転校しちゃったんで、1年、その写真部には1年3ヶ月しかいなかったんですけど、まあそんな感じでね、その考えて撮る癖をつけるという意味ではモノクロ写真というのは非常に有効なんだと思います。で、そんなわけでね、まあ最近のねそのデジタルカメラ、古い機種は違いますけど、大体ね今売られてる、まあ近年この10年ぐらいかな、に売られてるカメラにはね、ピクチャースタイルだとか、そういうね、クリエイティブスタイル、ソニーさんとか、まあそんな感じでね、モノクロを選ぶことができます。もう、別にね、ローで撮ってモノクロに変換するっていう手もあるんですけど、それじゃダメです。もうモノクロでしか撮れない、今日一日モノクロで撮ろうと。まあそのぐらいの覚悟を持ってね、一回ね、モノクロを撮ってみるとね、一皮むけるかもしれないですよ。で、モノクロで撮ったらどういう風にしたら絵になるかというのを考えながら一日写真を撮ってみてはいかがでしょうか。まあ必ずというまではないですけども、技術が向上するきっかけをつかめるかもしれません。で、まあこの写真でもそうですけど、モノクロはね、その露出でね、ものすごく絵が変わってきます。そのプラスにするのかマイナス、まあプラスにしたら真っ白になっちゃうんですけど、で黒で潰すのか潰さないのかとか、まあそういうのもね、考えながらね撮るとね、写真のね腕とかそういうのが上がっていくのではないでしょうか。まあ私が撮った写真は、まあ大したことないですけど、まあまあそんな感じでね、ちょっと技術を革新をするきっかけを掴んでいただけたらと思います。今日の動画は、そんな感じです。次の動画多分ニコンの F501 の写真になっていくと思います。ちょっとねこの写真で、このカメラで、撮ってるんですけど、なんかスランプですかね、いまいちな写真が多くなってます。カメラ自体はね結構鮮やかにいい写真撮るんですよ。私の方がスランプに陥ってまして、どうも撮れないという感じで、なってますんで、まあ次回の動画は F501 でいくと思います。今日の動画はまあそんな感じです。今日の動画役に立ったとか、やってみようと思ったとか、ぜひぜひねいいねボタンを押してください。励みになりますんでね。でチャンネル登録、今後もね、こういった、写真の技術的なこと、特にね、
なんていうんですか、 YouTuber の方たくさんいますけど、結構ねレベルがものすごく高い人が多いんです。僕も写真35年やってるんですけど、僕の技術も全然追いつかないぐらいレベルが高い人がやってるんですけど、レベルが高すぎてね、多分ね初心者の人はこれとっつけないなっていう動画が多いと思うんですよ。でちょっとね僕の動画はね、僕自身がレベルが低いんで、ある程度のその結構簡単にとっつけやすい、写真の技術っていうのを結構、やっていくことになると思いますんで、もしよろしかったらね、今後も見ていきたいという方は、チャンネル登録していただければと思います。今日の動画はこれまで、次回の動画をまたお待ちください。仕事今大して忙しくないんですけど、なんかちょっとねしんどいなんていうんですか、いろいろありましたよ。もうこの間この次男坊がね、ちょっと知的障害児なんですけど、夜中中暴れ回って寝れなかったというか、ちょっと過労状態になっております。まあそんな感じで、次の動画しばらくお待ちくださいませ。それではまた最後まで見てありがとう。